皆さんこんにちは。国民民主党代表衆議院議員の玉木雄一郎です。ここ宮崎台駅にこんなにたくさんの方がお集まりいただき、また足を止めて話を聞いていただき本当にありがとうございます。今マイクを持って皆さんに熱い思いを訴えさせていただきました。深作ヘスでありますけれども、多分誰よりも今じれったいというかもどかしい思いをしているのは彼自身だと思います。アメリカの上下両院で議員が集まって、その場で岸田総理が演説をしました。私も聞いてましたし中身を見ました。言いたいこともやりたいこともいっぱいあるなと私も思うんですが、多分それ以上に先ほど言ったようにあの場で働いていたのはヘスス本人でありますから、彼にしか見えないこと、彼にしか提言できないこと、彼にしか発言できないことがきっとあって、それはこれからの日本にとって必要なこと、それをバッチをつけて言えないというそのもどかしさ、それは本当に今演説を聞いていてもとても強く感じました。で、今本人が言ったように、私あの演説を聞いた後に、そして日米共同声明を見た後にすぐ彼に電話をして、来週私18日に岸田総理に、基調報告といってアメリカでああいうふうに演説をしたら帰ってきてですね、国会に総理大臣が報告をするんですが、それに対して質疑をするんですね。で、私なりに今いくつか質問考えてますけれども、これぜひヘススの視点で一問二問聞いてみたいなと思って彼に電話をして、いやヘスなら何聞く、どう聞くということを真っ先に彼に聞いたんですね。まだ答え来てないですけど、今日の演説会が終わったら多分書いてくれると思うんですが、でもそれぐらいですね、私も信頼してますし、本人から話があったかもしれませんが、もしトランプ政権にこの11月選挙で勝って来年の1月に新しい政権が発足したら、副大統領候補は、いわゆるランニングメイトと言われる、選挙も一緒に戦って勝ったら副大統領になる彼女はヘススが仕えていた、一緒に働いた人なんですね。で、多分今日本の外務省やあるいは政府の中でも彼女と直接的なネットワークを持っている人はあんまりなくて、多分日本で一番ネットワークを持っているのは深作ヘススだと思います。で、トランプさんになった時に安倍さんはゴルフが一緒にやれたし、個人的な非常に深いつながりがありましたけれども、仮にですよ、バイデンさんからトランプさんに変わった時にどのように新しいトランプ政権とネットワークを築いていくのかと、みんな今いわゆるもしトラと言ってですね、もしトランプさんになったらどうしようという、もうもしトラ現象なんですよ。で、その中でこんなに身近にトランプ政権の中枢とつながっている人がいると私も思わなかったんですけど、ある時何気なく話してたら、あ、私してますよって言うんで、これすごいネットワークだと思います。で、願わくはその時に我々も政権の中枢でいたいなと思ってるんです。そのことが国益につながるからです。だからまだいつ分かるか分かりませんけれども、来たる衆議院選挙では深作ヘススをぜひ国会に挙げていただきたい。これは我が党のために言ってるんではなくて、日本の国益のためにお願いしてます。そして彼がさっきから繰り返し述べてますが、ここは彼の地元です。誰よりもこの地域で生まれ育ち、この地域を愛し、この町の変化を、そしていいところも悪いところも見てきた彼だからこそ、この力国会に送っていただいて、そして思う存分彼の経験や知識や能力を日本のために使ってもらいたい、そう思っているのは私だけではないと思います。ぜひ皆さんに力を貸していただきたい。そして今日米関係だけではなくて、
日本の政治も変わらなければいけません。まあ、政治と金の問題はもう連日報道されてますから皆さんもうんざりだと思いますけども、一言だけ私言いたいんです。もう数ヶ月この問題が取り上げられてきましたけれども、一番大切なことが一つ明らかになっていません。何か、あの何億何十億と使われた裏金の使い道です。皆さん、何千万だ、上から順に90何人いる、そういうことは分かりましたけど、あのお金何に使ったんでしょうね。銀座ね、銀座にも多分行ってると思います。あれはだから税金払いって話なんですが、銀座に使われたっていうこと以上に私実は大きな問題があると思ってるのは、あのお金の多分多くが選挙に使われてるんですよ、裏で。で、私たち国民民主党は対決より解決だし、むやみやたらに批判はしません。ルール決めていて、もしこれがおかしい、批判するときにはじゃあどうやって変えるんだっていう対案をちゃんと右の手に持ってやれって言ってるんです。ただ文句つけるんだったら別にクレーマーでもできますからね。国民から税金いただいて胸にバッジつけてそれを歳費として仕事してるんだったら解決策を示してからやれということを、これは党員みんなに徹底してます。だから我々は政策重視だし、対決より解決策を重視してます。でもそんな私たちから見ても今回の政治と金の問題は許せません。なぜならこれは民主主義の根幹を揺るがす話だからです。さっき私が使い道がわからないと言いましたが、多分その多くは選挙に使われてるんですね。で、なんでこれが民主主義を揺るがすかというと、我々はルールに基づいて選挙やってます。衆議院議員も県外議員も市会議員もみんなルールに基づいてやってますよ。例えば衆議院だと12日間私に入れてください、名前を連呼して具体的な投票行動を促せるのは12日間だけです。そして例えば運動員といって一緒に車に乗ってお願いしたり手を振ったりする、こういう人たちに払える日額上限、まあ簡単に言うと日当ですね、これもね全部法律で決まってるんですよ。で、これを超えて払っちゃうと違反で捕まりますし、本人は連座制で当選無効です。厳しいんですよ。でもなかなか今物価も上がっていて、法廷で決められた日当だと人が雇えないとか、もっと雇いといとかいろんなこと考えて、たまにですね上限超えて払って捕まる人いるんですよ。でもこの裏金だと分かんないんですよ。裏で現金渡しといて領収書も取らないから。で、こういうことを仮にやって人をたくさん集めて、あるいはチラシ配ったり、法廷で決められた以上のポスターやチラシを配っていたらおかしいでしょ。こんなの、例えば野球は9人でやります、バスケは5人だ、サッカーは11人です。一生懸命例えば高校球児も頑張って勝った負けたら悔しい、でもそれは練習が足りなかった、じゃあ来年も頑張ろうとなりますけど、それは同じルールで頑張ってるからそう思えるんですよ。負けたと思ってよく見たらセンターとレフトの間にもう一人いて、センターとライトの間にもう一人いて、外野は3人かなと思ったらなんと5人いたら大谷翔平さんでもヒットならないですよ。で、こういうことが選挙で行われて、しかもそれが自民党の調査によると20年前から行われていたとしたら、この間の政権の正当性がないんですよ。一人一人選挙区で受かってる人が本当は違ったかもしれない。そうするとその足し合わせた過半数を占める与党という正当性もないかもしれない。そしてその与党が選ぶ内閣総理大臣、そしてその内閣総理大臣が憲法68条に基づいて選ぶ大臣や内閣にも正当性がないしなかったかもしれない。これ実は重大な問題です、皆さん。だからバケツに穴が開いたまま水が漏れるように裏金が流れて、それがまた選挙に使われる、そんなことを改めることなく次の選挙やっちゃダメです。だってまた同じ不正が行われて、それでまた勝った多数決取ったからといってみそぎが済んだみたいな顔されちゃ困るんですよ、これは。だから私たちは政治資金規正法の改正も含めて各党に率先して政治改革なども出しています。自民党びっくりしました。今改革案議論してるんですけど、なんと改革案をまとめないって言うんですよ。なんだそれはと。
でもまとめないんじゃなくてまとめられないんだと思います。まとめちゃうと多分選挙はできないから、従来型の。でもそんなことをもう皆さん許すのやめましょう。ここは変えていかなければいけない。我々はいろんな政策の柱を掲げると同時に大きな我々の政治姿勢を掲げています。それは正直な政治を貫くってことです。政治に対する皆さんや有権者の信頼がなければ政策を進めることはできないんですね。だからまずその土台をきちんと整え直そう、そういうことを私たちは今申し上げています。そしてもう一つ、我々が結党以来言い続けてきたのは給料が上がる経済を実現しようということなんです。でようやく、連合の調べで 5.24% 今年は高い賃上げの上昇率になりました。ただまだ大手にとどまっている。なかなか地方の中小企業や非正規の方にはその恩恵が行き届いていない。その通りです。だからそれをどうやって広げていくのか、中小企業賃上げ10策、非正規賃上げ10策というものを我々まとめて、この給料が上がる経済のバージョンアップした第2弾をこれから進めていきたいと思います。今だからちょっと自慢だから言わせてください。2年前の1月私は3つの4を達成する、そんな経済政策をやって、そういう経済にしていこう、できるはずだと言ったんです。何かというと、賃金上昇率 4% 以上、年間の名目の GDP の成長率 4%、 そして日経平均株価4万円です。これ全部実現したんですよ。もちろん我々が全部やったわけじゃないけども、少なくともその方向でできるはずだ、そういうことをやるための政策をやれと言い続けてきました。2年前これを掲げた時に馬鹿されましたよ。 4% 以上の賃上げなんか無理だ、日経平均株価4万円なんてもう絶対無理だ、いっぱい言われました。でも全部実現しました。我々で見えていたからです。みんなダメだダメだと言って、そのために必要な政策をやらない。でも皆さんね、これだけは信じてください。少なくとも2年後の経済状況がちゃんと予測できる政党か政治家か、そんなものはできないと言って否定ばっかりする政党や政治家、どっち選びますか皆さん。2年先ぐらいの経済状況はある程度正しく予想される、そんな政治家や政党に皆さんの暮らしや政策をまた任したいと思いませんか。我々は外しませんから、先を見てますから。なぜ外せないか、外さないか、それはさっき深作 S が言ったように我々は世界を見てるからです。世界の大きな流れの中で日本がどこに行くのか、どこに行くべきなのか、小さなありの目と大きな鳥の目と、政治家にはその両方が必要だと言われますが、ありの目も鳥の目も、そして世界を見る目も持って日本の政治をより良くしていきたいし、何よりも働く人、生活者、そして税金を好き勝手使ってる側ではなくて、その税金を日々一生懸命払ってる側の立場で正しい政治を取り戻していきたい、そう思っています。それを仲間と一緒に実現していきたいし、もうそろそろ変えましょうよ皆さん。最後に、今年は辰年です。辰年って動くんですよ皆さん。政治の世界はいろんな変化が辰年に起きてます。明治維新につながった戊辰戦争、家帰って辞書で調べて漢字書いてください。あれ土の上辰の年なんです。辰年なんです。だから戊辰戦争なんです。辰の字は辰です。ロッキード事件、1976年辰年でした。1988年リクルート事件、辰年でした。そして今回の裏金事件、辰年なんですよ。だから今起こっていることは混乱です。恥ずかしいことです。でもこの混乱を超えてどうやって日本をより良い方向に変えていくのか、チャンスの年でもあるんです。そして政治はこの混乱と混迷をチャンスに変えていく責任がある。その仕事が政治家の政治の責任だと思ってます。それをぜひこの地元で生まれ育ち、そして皆さんにお育ていただいた深作 S に託していただきたい。彼もやりますよ。私も早く彼と一緒に働いてみたいと思います。
大変厳しい選挙になると思います。まだいつか分かりませんけれども、必ず勝ちます。必ず勝って彼の胸にバッジをつけてもらって、皆さんのために、そして日本の未来のために働く政治を実現していきたいと思いますので、これまで以上の後押しとご声援、深作へすすに賜りますことをお願い申し上げまして、私玉木雄一郎から皆様へのお願いと、そして激励の挨拶に変えたいと思います。よろしくお願いします。